おっさんクラブ情報局。この番組はおっさんにまみれた R18 作品を中心としたゲームやシチュエーションボイスを制作するユニットおっさんクラブが日々目まぐるしい勢いで生み出していく作品の数々を皆様に分かりやすく月次でご案内するめくるめく愛とエロスの情報番組である。神楽坂元子です。3月になりましたね。3月になると少しくらい寒くても真冬のコートじゃなく春向けのコートを着たい気分になります。身も心も軽やかに過ごしたい季節です。さて2018年3月のおっさんクラブは今月も皆様にたくさんのときめきとエロスをお届け予定です。濃厚でマニアックなエロスが好評のおじさまキューブシリーズ、白老大間さんによるドールハウス金ヶ江総集編、3月発売予定です。いおりさんによるイーゼルの向こう側総集編、制作予定です。発売は4月を予定しています。戸月東馬さんによる囚われの箱その1、制作中です。4月発売予定です。おじさまからあなたへ送る癒しのひととき、おじさま抱き枕シリーズ、日向凛さんによるその町会の場合、制作中、3月発売予定です。おっさんクラブの代表作カネカネシリーズの情報です。ネロエロッソ完全版制作中、3月上旬一般発売予定です。金のために鐘は鳴る英語ローカライズ版制作中、現在公式サイト公開中です。発売時期は未定です。引き続き情報をお待ちください。前回衝撃の新作発表を行いました。待望の会えないおっさんシリーズ第2弾アクロスウォール、4月よりファンクラブにて順次公開予定です。こちらはゲームプラン限定となりますので、絶対にゲームプランでプレイしていただくのがおすすめです。リアルタイムでこの衝撃を体感してください。さらに引き続き新タイトルの情報です。アドベンチャーゲーム光月楼奇譚、制作予定、乞うご期待。こちらも続報をお待ちください。ローカライズパブリッシュブランドおっさんランドも絶好調です。まずは桜シリーズの続報です。桜風化ショー音声版制作中、国内4月発売予定、英字幕版は発売時期未定です。桜石化粧、こちらも音声版制作予定です。そして国内のフルボイス化クラウドファンディングが大成功を収めたホラービジュアルノベル隣人ネイバー制作準備中です。国内に向けて行われたクラウドファンディングでは、皆様の熱いご支援のおかげで大成功を収めることができました。本当にありがとうございます。3月からはローカライズのためのクラファンであるキックスターターが1日より開始です。期間は3月末日まで。キックスターターでは本編がお得に購入いただけるのはもちろん、国内向けでも好評だった
エンドクレジットにお名前が載る特典や壁紙セット、キックスターター版ガイドブックなど、ここでしか手に入らない特典グッズが多数。ファン垂涎のリクエスト系の特典もございます。またキャンペーン期間が終わっても一定期間リターンが購入できる権利だってあるんです。おっさんクラブがお送りするホラービジュアルノベルの新たな展開を引き続き応援よろしくお願いいたします。皆様の応援をパワーに、今月もおっさんクラブはたくさんの愛をお届けします。絶対に期待は裏切りません。楽しみに待っていてくださいね。